どうも、エルカブキのエルダです。はい、どうも、デロニアン石です。もうこの配信を聞いてる方はね、楽しみにされてると思うんですけど、昨日予告した通り、はい、60歳を超えていると聞いて驚く男性有名人ランキングで、ね、いやだから驚かないって、こちらちょっと発表していきたいなと思うんですけども、じゃあいきなり驚かせましょう。そんなもうランキングとか俺ね、普段こうね、なんか携帯でパーって見てるのも、特に驚いたことなんてないですから、いきなり驚かせましょう。ないで、何1位、誰だと思いますか。60歳を超えてずっと聞いて驚く男性有名人ランキング1位。60歳を超えて、はい、いやもう全然誰も驚かないから、誰も出てきてない。いや、このまず、いろんな驚きがあると思います。1位、陣内孝則さんですね。え、60なの60なの、はいはい、その嘘、陣内孝則さんっていうのを、失礼なこと言いますよ、久々に聞いたでしょ。いや、そんなことはないよ。昔は陣内智則さんが爆笑アイバトルで活躍していくんだけど、陣内孝則さんに間違われたんですよ、はい、一文字違いで、はい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 、で陣内智則って誰かに言っても、え、陣内孝則って俺言われたんですよ昔。はい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 、それ今逆転しましたね、まあ、ある意味では。陣内孝則さんもちろん俳優界でね。ちなみに陣内孝則さん俺一回だけ見かけたことあるんだよ、渋谷で。あ、そう、渋谷かな。かっこよかった。いや、いいよ、溜めて言うことじゃねえし。けど今白髪なのしてた。あ、そうだけどかっけえの、銀髪みたいな。だから浜ちゃんの番組によく出てた後、人気者で行こう。それ内藤隆さんじゃなくて、その前陣内さんじゃん。ああ、なるほど。なんかそのイメージある。二大お笑い好きですからね。そうそうそう、陣内隆さんもお笑い好きですから、ほとんどのドラマに絶対陣内さんがいるみたいな。そうそう、あのね、声がね、萩原流れさんに似てるんですよ。ああ、そうです。いや、萩原流れさんの、ああ、おみたいな。いや、そうなんですよ。これはね、俺今初めて言いました、知ってたけど初めて発表しました。いや貴重な情報。いや、今日発表しました。まあ、そうなんですね、これ似てるんで、ね、陣内孝則さんね、知ったところ、今もドラマ出てるのかな。いや、出てるんじゃないですか、ね、全然ドラマ見ないから。まあ俺らがね、だから陣内さん、あと内藤さん、はい、ね、NHK 新人お笑い大賞の、もう審査員やってるんですよ、決勝の。で、どっちもやってんのかな、陣内。いや、陣内さんもやったことあるかもしれないけど、でも内藤隆さんはやっぱ印象深いですよ。僕ね、あのコントも好きなんですよって、なんで知ってるんですか、僕らの DVD しか入ってないやつですよつって、で、言っちゃったコントが2本目にやるというのが2ちゃんに出てますね。おい、陣内じゃない、内藤の言ったコント2本目やってるじゃないかみたいな。で、それだと大杉蓮さん、大杉さん、はい、はい、この3人がすげえテレビ席巻してたってイメージあるけどね。大杉蓮さんね、はい、いつでもこうテレビつけると思う、渋い親父たちって感じで。そして、まあ、渋い親父で言うと俺、松重豊さんの孤独のグルメこの前初めて見ましたよ。面白いでしょ、あれ面白いけど、面白いよ。でも世にも奇妙な物語で昔ああいう話だったの知ってる。あった、あったの。誰が主演か忘れたけど、新幹線の中でお弁当を食べながら、まあ、ちょっと違うんだけど、お弁当を、そのどの順番で、幕の内弁当をどの順番で食べていくかっていうだけで1話があるのよ。すんげえ面白いのよ。で、頭の中で、それこそ大杉蓮さんかもしれない、頭の中でいろいろ分析図みたいな、カロリーとか CG 上のなんかレーダーみたいなのが出たりして、こっから食う、これ食うべきだみたいな。で、オチが最後ね、結局それね、箸で落としちゃうみたいな。あ、最後に取ったんだ、ただただ食べる過程を想像してるだけってことね。だから俺それも思い出したよ。孤独のグルメもちろん超面白かったけど、あれ最後に作者の人がね、普通に行くんだよね。そう、作者漫画家の人ですか、漫画家の人、ね、普通に行きつけのお店、行きつけの店行くみたいなのがあってね。そう、この前見たやつはね、榊原郁恵さんが食堂のね、お母さんで出てきたんだけど、ね、やっぱね、榊原郁恵さんがいかに綺麗かって話があって、もうそれはね、ツイッターとかで見ました。榊原郁恵が出てくるとちょっとリアリティないんだよなみたいな。わかりますね、わかりますね。なんだけど俺が言いたいのは、郁恵井森のお料理バンバンもやってたから、まあちょっと料理には精通してるよと。そうなんだ。あれね、孤独のグルメね、誰この人っていうぐらいがちょうどいいんだよね。はいはいはい、本当のお客さんなのかな。あれでも中で厨房の人は本当にやってる人なのかな。わかんない、それもわかんない。なんか料理のシーンは流れてたからね。あんまそこまで俺細かく見てんね。その人がお母さんって言って出てくるのが榊原郁恵さんだったんですよね。さあ演出に文句まで言ったと思う。言ってないわ。演出に対して不平不満を言ったところで、ね、じゃあ第2位、小室哲哉さん、60歳引退。小室さん60か。ちなみに、ね、でもまあ小室さんは60って聞いてそうだね。散々ね、今年吉本お家騒動、ファミリー言ってましたけど、はい、小室ファミリーですから最初は。お、そうですか。ファミリーといえば、まあ金ちゃんファミリーもありましたよ。金ちゃんファミリーとかさ、あったけど、俺らの世代は小室ファミリーですか、ファミリーという名前は。まあ、ファミリーコンピューターですね。ファミリーコンピューターか。僕は
ね、スーパーファミリーコンピューターもね、うん、ありましたけど。でね、まあちょっとこれ順番にやっていくとね時間足りませんが、ちょっと飛ばしますと、まあ3位郷ひろみ、4位桑田佳祐。え、そこ同い年なの？ここは 60オーバーってことか63ですね、うん、次なんですよ。何？第何位？5位。5位、秋元康。超えてんすよ。お前知らないと思うけど。嘘。60超えてる。なんすよ。61だったんすか。61であんだけヒット埋めんのかってこと。お前らに。いやいやいや。じゃんけんで世の中を沸かせることできんのかって俺は言いたいの。いいよ。そうだね、相川翔さんとかでじゃんけんさせらんのかそういうこと言ってんだよ。させらんないですもんね、うん、僕ら。じゃあじゃあ AKB とかもね。あ、まあ2つあるか。そうどんでるぞ男気じゃんけんもそうなんじゃないの。相川翔さんはちなみに人差し指と指を立てるタイプのオールドスクールチョキですからね。そういうのもあるんですけど。なるほどね、うん、秋元先生さん61歳。代表作だらけじゃないですか、うん、ちなみに8位に飛鳥さん61歳ですね。飛鳥っていうのはあれですよ、アスカ亮、ライオネスアスカじゃないですよ。ライオネスアスカもうちょい若いです、うん、50代だと思いますけど。アスカさん、ちなみにね、この前みたいに宴っていう歌の特番みたいなやつで、うん、いろんな歌詞が出てきて人の、90年代ヒットメドレーを歌ってくる、ちょっと夜も引っ張れを放送させる番組があって、これ結構面白くて見てたんだけど、はいはい、うん、チャゲさんピンで出てましたね。ああ本当。でね、チャゲさんかっこいいのはみんなが、うん、あのワイプで抜かれた時に歌ったりこう首揺らしてるんだけど、うん、チャゲさん、うん、背もたれに、あのもたれかかって微動だにしないっていうね。今となっあなのかな、うん、チャゲさんと、うん、ドブロックさんの区別がつかないかもしれない。いやバカ野郎。いやつくわ全然。あ、そうかな。いやチャゲさんヒゲも生えてるし、ね、いやヒゲ生やしてるでしょ。いや全然違うよ。チャゲさんはなんかもっとつぶっててててててんのあの渋めの部長ヒゲ、うん、なんつうのかな。でグラサン、そのグラサンソロ、うん、ドブロックさんはしてないだろ、グラさん。いや、この間なんか別ネタでやってたの。あ、ネタで。ネタで。なるほど。そうそうそう。うん。やってて。ただ、泉谷しげるさんパロってるやつかな。あ、う、あ、ん。うん。チャゲさんの方がだって、ちょっと歌うまいもん、多分。ドブロックさん。そうなんだよね。ドブロックさんの歌、ドブロックさんは、どんどん歌唱力が上がってきてるんで。上がってきてるんで。そうなんですよ。これはちょっとね。うん、はい。ちなみにありましたね、11位内藤隆さん、さっきお話。あ、そうなんだ、ね。させていただきましたけども。内藤さんもそうね。うん、でね、まあ俺ねこれを言えればもういいやって感じ、うん、あの60歳超えて、うん、驚く有名人ランキングなんでやったかってこれ言いたかっただけなんだよ。ビル・ゲイツじゃないよ。ビル・ゲイツは何歳か知らないし。まあ日本人の日本人多分ランキングだから、日本人のランキングでしょ。まあ、あのちょっと早くしていくと12位石田純一、うん、13位水谷豊、お、同率13位長渕剛、お、同率13位阿部裕二、報道リポーター。あ、若いね阿部さん。阿部裕二さんあのんですよね。かけてないしね。はいはいはい、で、16位古舘一郎64歳、うん、17位舘ひろし69歳。え、大したも70。そう、はい、すごいね。ラグビーのね応援団長やってみたいなやってますけど、ね、で17位ドリカムの中村さん、61歳、うん、19位原辰徳。まあまあ原さんはまあそうか、うん、まあ、原さんは長いよ。原さんはなんかこれなんです、俺言いたかったのは。20位なんですよ。何？60歳を超えてると聞いて驚く男性有名人ランキング第20位、うん、小木直樹。小木ママですか。小木ママは小木ママ60。ごめん、小木ママは俺知ってる時から超えてると思ってた。もう申し訳ない。え、なん今60何4今は60何で72です。72。いや驚かない。なんで72で入ってんのかもよく分かんないし。60オーバーの、うん、小木ママですか。小木ママ、いやこれはもう納得の、うん、ね、うん、ちなみに同率20位、うん、狩矢崎翔吾。狩矢崎さん60歳。あ、なったばっかりで。なったばっかり。だから還暦で、あ、なるほど、還暦で赤いちゃんちゃんこを着たブログっていうのは確か昨年私取り上げてるはずだし。あ、なるほどね。じゃあ61か、今年60歳。そうね、去年の12月17日。なるほどなるほど。だ、俺の好きなプロレスラーの田村清ってのが12月17日で、それで狩矢崎翔吾さんの誕生日覚えちゃったんですよね。完全にかね。小木ママが、うん、いや60オーバーっつってるのにさ、うん、72のさ20位は、うん、これはいじってますよ。どんだけ若いかって話だね。これ多分ね、あのアンケート答えてないのにこいつ書き上がったよ。ねじ込んだ、ねじ込んだ、完全にねじ込んだ。まあ分かんねえしね、ねじ込まれたところで俺らも、まあ、確認しようがないからね。これはや
やばい、でもさっき言ってた22位はチャゲさん61歳とかね。チャゲさん、アスカさんとか、じゃあチャゲアスってそうなのか。これ日本人ランキングじゃないんだ。他にもいるんですか。ちなみにね、まあじゃあまた早口いきますね、60で24位高橋ジョージ、25位辛坊治郎、同率25位ちょっと辛坊治郎はいいだろ。辛坊治郎でも50代かな俺のイメージ。いやいやそんな話しないだろ同率ランチタイムで話さないだろ。でも辛坊治郎30票入ってますから誰だよどこで聞いてる。同率25位玉置浩二。あ、玉置さん。玉置浩二は俺の中ではでも、まあ、うん、まあまあちょっとね、うん、髪あんま染めないしね。あ、白ね、白だよね、うん、27位竹中直人。おお、竹中さん。同率27位宮本亞門その次ですね、29位ブルース・ウィリスブルース・ウィリスなんでここに入ってる。何票入ってる。何人答えた。25票25相当入ってんだよ64歳。60に見えない。宮本亞門と、ブルース・ウィリスを挟んでるのが宮本亞門と、ラサール石井ですね。なんで63歳ブルース・ウィリスだ、でも昔から髪型が変わんないから、何なんだろうね、こう変わらないイメージ。ブルース・ウィリスは多分これねじ込んだと思うな。だから下までスクロールしてったら笑いがありますよみたいな。あえてねじ込み系か。だって25票入る60以上に見えないタレント答えてくださいって言った時に、まあまあまあブルース・ウィリスって書くのかな。書かねえだろ。ちょうど41位。41位、田中義武って田中義武さん、ただね、そのランキングみんな見てほしいけど、田中義武の宣材写真は結構若いですね。ああ、よく見るやつですよ。はいはい、よく見る、最近よく見る。よく見るやつですよ。あ、すごい、これびっくりですよ。同率41、山田五郎60歳だって。あ、山田五郎さん。山田五郎って、あれだね、俺ずっとそんぐらいの。あ、60が 俺47とか8ぐらいのイメージずっと。ああ、いや多分一番テレビ見た時はその時だから。トリビア系ぐらいか。ああ、かな。アドマチック天国今も出てるかな。どうなんだろう。ああ、そこら辺じゃないかな、多分トリビアだと思う、41位が山田五郎さん、43位つまみ枝豆さん、44位松山千春さん。枝豆さん最近絶対見てないからで、そんな言うの。渋いおやさんになってるよ。かっこいいよね。45位布施博さん61歳。伊藤家のお父さんの時まだね、若かったんだね。布施博さんね。あ、ただでもね、俺ドラマとか昔録画したやつを焼いたやつ見ちゃうから、はいはいはい、それで止まってんだよ、味一問目で。あ、なるほど。じゃあまだ、でも60ではねえな。26、7年前、56年前だと、ララとかだもん。ずっと渋いからね、30後半ぐらいか。じゃあそう、俺はもうそれぐらい止まってんだ。布施さん48位、山中秀樹アナウンサーね、60歳。いや、だから60以上に見えないって質問の時、山中秀樹さんを聞いて驚く。言わないね、票入んね。同率48位、鴻上尚史鴻上尚史さん入る。61歳。だから M12001 の審査やつでしょ、18年前じゃん。だからあれが18年前だから、43かとかだね。だからあれ43回あの時、だからあれ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 、今だからあのなんだっけ、志らく師匠の朝の番組、あれ出てるよ。あ、鴻上さん、この間出てた。あ、じゃあもう M1 のあれだ、M1 の審査員なんでいるの枠みたいな。一般的に俺らはね、好きだけど。ちなみに48位鴻上賞でしょ、で50位片岡鶴太郎、64歳。まあまあ鶴太郎さんはまあ、50位まどかひろしさん66歳。まあ、まあね、これ大阪職強いの気すんだよな俺ね、絶対大阪のアンケート取ってるよこれかな、関西だと思うな。52位、歌手の小金沢くん、小金沢昭治さん61歳。やっぱ小金沢くんって言ってたから、あ、もう60超えてるんだ。歌手の小金沢くんでしょ、喉塗るスプレーね、くんくんでるからね、で同率52位、ソムリエ田崎真也いやもう覚えてないちょっと。なんで覚えてるんだね、もう最後なんか俺セイコーマートの CM でワインでしか俺、あ、そうですか、最後それで見たぐらいですよ。まあね、でも田崎真也さんがいなければもしかしたらヒゲ男爵さんもいなかったという可能性も、ルネサンスルネサンスはなかったと。
50何位ってどんだけ聞いて乗っけてんのそれ。いやでも10票ですかね、田崎さん、小田崎さん、ね、田崎真也、あーそう、まどかひろしさんが11票で、かろうじて勝ってますね大阪ですね、はい、まあそんなとこですかね。何なの、と言ったところで、やっぱおぎママの70、うん、おぎママの72は違うと思うよ。28位、それは省くべきだと思 う, そうですか、ね、県外です、県外、うん、おぎママはね、教師いじめのニュースあったでしょ、ちょっと前、カレーをね、4人の教師が1人の教師を、あれに対してね、教員免許を剥奪するべきだという、もう至極真っ当な言ってましたね、はい、こと言ってましたんで、はい、今後もリスペクトしていきたいなと思っております、といったところフォローになってない、何のフォローしたのかも分かんないし、明日ね、もし可能であればね、はい、生きる伝説と思うアーティストランキングいやもうさ、はい、ちょっとやりましょうか、生きる伝説と思う、はい、アーティストランキング、いやどうせ、うん、長渕さんは入ってくるわけだな、どうなんだろうね、これ今回60も入ったでしょ、うん、60の方入ってるね、桑田佳祐さんとかね、うん、だからこれがどこに聞いてるのかだからね、あー、うん、なるほどね、まあちょっとぜひ、じゃあ明日も聞いてもらいましょうかね、マドカ広志大たら絶対大阪調べだ、あ、どうなんだろうね、マドカさんいい曲出しますよ、マドカさんもそれは、うん、まあまあ、じゃあ明日それやりましょう、はい、といったところで、また明日お聞きなさってください、お願いします。